この人の頭の周辺には絶対水族館のこれが来てほしかったんですよ。それ最後に人物書いてる時にあれこれミスったかなって思いながらもう時間ないからもう調べちゃおうってやったんですよ、うん、こんな感じになれ、なればほらなんかもっと見てるって感じが強くなると思うんですよ。でそれでスマホだもうちょっとこっちも寄ってもよかったのかなって気がします。このパース的にも家、にも見えるし、簡単に言うと映画館のなんかわー映画だーってこう楽しんで見てる観客を撮るときにこうやって撮るわけですよ。映画館ってここがモニターでここで映画やってて、で観客がよーし行けーみたいなことをさやれーみたいなことをさ昔だったらこう立ち上がってさ子供たちがこう会場映画とか見てるとすれば、自分主人公が楽しんでこれを見てるっていう状況はここに体のシルエットが入らないとダメなんですよ。はい、そうっていうのが あればなって最初のラフの段階でどうしても空間になってる人っていうのを試したくて、うんうん、なるほど、この構図になっちゃったんですけど、うん、絵の見栄え的に言えばそうですよね。そうそうそう、でそうするとこのキャラクターとモブの関係性がすごく対比的にというか、まあ、ドラマチックになるんだよね、うん、まあそうだね、だからそういう絵作り前提で絵作り前提でこの空間をあのパースを決めとくというか、はい、するとなんかこんなパースにしてみたいな、うん、これなんかうまくいってんだよな。これなんかねサムネで描いたこういうやつがね妙にうまく見えたりするんですよ。だからそれを拡大コピーしてその意図をなるべく崩さないようにして最後までやっぱり描くといいんじゃないかなと思います。なんかモブがうまいっすね。あ、これクリスタの、あの素材です。へーのやつをトレスしたんだ。いやもうポンって置いてパースに合うように足元だけちょっと描き足してる感じです。へーいい感じ、うん、ありがとうございます。奥の人がねちっちゃすぎる。あ、ちっちゃすぎましたか。いや、ね、多分このパースがきついからそうならざるを得なかったんだと思うんだけど、あ、モブの基本っていうのがある程度あって、それ何かっていうと、はい、自分以外のモブはちっちゃくしたらそれ以上を極端に小さくしてはいけない、はい、例えば今このサイズあるじゃないですか、だいたいここにいるこの子たち、この人たち、はい、自分よりはまあ格段に小さいですよね。その次に小さい人たちって言ったら、せいぜい高々つかし、はい、まあ、小さくともこの程度にこうこのぐらいのこう段差にするってことは、結局奥のパースはもうちょっと緩くつけた方がいいってことになるんですよね。こう、なるほど、米粒みたいにちっちゃくしないんですよ、はい、絵においてこういうこうギュワーンみたいな、こういう風にするととんでもないことにだんだんなってくる、はい、だいたい映画とかでもそんなに奥の人たち、はい、パースで潰してません、はっきり言って、まあ、まあ、映画にも言えるけれど、でちょっと縦の構図に、まあ、したいから、このスマホの向きもちょっとこう顔を中心に近づける、で、あ、でもね、なんかあのいつも結構いろいろ上げてくれてるじゃないですか。ああいうのすごい大事で、上げると味方が増えるし、アドバイスももらえるし、僕もああそうじゃないんだよなって思うっていう人が出てくるっていう、あのとにかく周りは味方にどんどんなるんですよ。で悪いこと何もないんですよ。いや恥ずかしいとかっていうのを悪いことだと思えば悪いことかもしれないけど、それ恥ずかしいって言ってたら上手くならないんで、だ上手くなるっていうことだけ考えたらいいことしかないんですよ、店、あの周りに出すって。なので今聞いてる人でもどんどん出してほしいなと思いますね。そう。え、なんか今もうなんか仕事してんでしたっけ？なんか商売になりますよねこれ。個人依頼の仕事を受けてます。なんか漫画のアシスタントとか、なんか募集あった、募集じゃないや、なんか結構できると思いますよこれ。
このぐらいの方 できそうですか、ね、え余裕ですよ漫画のアシスタントだったら余裕でしょう。あ本当ですか。え全然できますよこのぐらいの画力。アシスタントなんかヘルプで入れる、うん、っていうのがなんか投稿であったんで、はいはいはい、今本業で別のことやってるから、はい、そういう働き方もいいなと思って。あいいじゃないですか。はい、え全然できるレベルだと思うけど、つか助かるレベルだと思うけど。まああのいつものなんか顔のアップが結構ちゃんと線が綺麗なんで、まあ、あの段階で余裕ですよ。おやった。余裕でしょ。あできますよ。いやなんかねその画力しか見ないんでアシスタントだから、なんかゼロからどんだけ面白いイラスト描けますかとか、どんだけ面白い漫画描けますかっていう能力じゃなくて、普通に線が綺麗で整った絵が描けたら普通にアシスタントできるんですよ。だって求められてる能力そこだから。あとねモブで言うとちょっとね頑張って頭見せようとしてんだけど、そうじゃなくて重なり合わせた方がモブに見えます。モブ同士はの体の一部しか見えないっていう方が自然に見えるんですよ。あなるほど。なんかこうなんかここにいるこうなんか切れている人とか、うん、こう切れた方がモブに見えます。変に全部見せないであの体の一部だけ見えるとか、なんかこう、こういう重なり合いがあるとモブ感が出てきます。でこの周りはしっかりとあのまあ、抜くというかこうちゃんと 見えるように、うん、はい、この周辺この男の子の周辺には隙間がご都合主義的にしっかりあるってことです。うんこんな感じで、でこの水族館の明かり的に言うとこことここが暗くて、はい、この体のあたりはやっぱスポーンと明るいと。でこの、はい、モニターは当然スマホだから明るいとしてもこの体は暗い、はい、そうすればスマホとこの奥の、中のペンギンたちが明るく見えるというようなこういう明暗関係になれば、はい、スパーンとこうかっこよくもっとなるなーって見て1秒ぐらいで思ったけど、それをちょっと他のこともやっててあ言いそびれたけど、まあ、これ言うのもなんか微妙だしどうしようと思ってる間にどんどん過ぎてった。でもいいでしょこれ超が。はい、めっちゃいいです。なんかぽいよね。はい、なるほど、こうすればよかったんですね。そうそう、だからね結構あのなんて言ったらいいんでしょうね、このキャラクターの周りってやっぱりはっきりと、はい、このぐらい、だからこの棒の位置も微妙に嫌なとこで重なってくれないでほしくて、はい、いい感じにこう逃げてほしいというか、はい、まあ、そのためにはこれ直線じゃなくて円形の水族館にしようかなとかでもいいし、うん、その舞台をどんどん好きなように変えればいい、まあ、なるほど、直線パスでいいし、まあ、もっと歪ませてもいいし、はい、で、まあ、こう見せたい構図こう来て、そうなると次に来るのはなんかここら辺に象徴的なペンギンがこういると、なんかわかんないけど、トップに頂上にこうこう来てこうこうなんかこうこうなってて、あ、なるほど、でここに象徴的なペンギンがゆっけっけっけっていると、はい、っていうこう、ああこことここってこう見るべきものがさちゃんと絞れますよね。だからこれとこれを見るんだというふうに、はい、ちゃんと、でそのためにはこっちのフレームはそんなにいらない、もっと削ってもいいかな、うん、もうちょっと内側でもいいぐらいだっていうふうにこう考えてきます。で、あ、なるほど、でこのペンギンたちもこれが主人公ペンギンなんだよ、でその他大勢ペンギンがいるわけ、こうやって、はい、そうするとでその他大勢さらにサブ、何2番手3番手もいると、はい、こんな感じで、あんまりこれやりすぎると構造がバレて、はいはい、これ見せたいんだろうっていう風にバレたらダメなの、だからこういうちょっとサブキャラみたいなのもいるんですよ、2番手もいる3番手もいる、だけど2番手はこのフレーム近くにいるみたいにしてちょっと目立たないけど、
こうなんか一応いるのねで、その他は大勢って風にするの。あ、そういう調整。そう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 。そうするとこことこのほら対応でまるで答えてるかのようなこのポージング。まるでこの子のためにいいポーズしてくれてるみたいな。でそれをちゃっかりズームしてるこのスマホの中の画面。なるほど。ねほらこうやってこれだけで物語ができる。そう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 。だから物語はそういうね、喋らなくても絵として目線誘導とかで、それに合わせたモブで、モブも奥の人をこうさっき大きくした方がいいよっていうことによって同じ人数なのに賑やかに見えるんです。あとこの切れてる人一人足しただけで、切れてる人一人とここにいるモブを重ねて手前にいる人、まあ、奥にいる人を手前にもうちょっと持ってきて防衛にしたことによって、なんてあとフレームをここにで切ったことによって、フレーム切り際に人がいるとこの先にいっぱい人がいるように見えるわけ。ってことはここで切ったらなんかすごい賑やかな水族館になったでしょ。でもこれなんか閑散としてません？空間をどうしても見せたくて、なんでかっていうとモブ減らしたんですよ。ここの空間がなんかね、空虚だから寂しいの、この部分が。そうするとこれだとなんかすごいいっぱい水族館に人がいるみたいな、だけどちゃんと見せたいものははっきりしてる、はい、っていうふうにこうバランスが取れるんだよね。なるほど。そう、ここで切るよりはここで切った方がで、はい、ここ重なり合ってる方がいっぱい人がいるように見えるというような感じでしょうか。はい、そんなところですが、何か質問ありますでしょうか。いや大丈夫です、ありがとうございます。はい、ではお疲れ様でした。